第15回コリカにおいて、ソラルセを通過している、戦闘走者第16回の 1942km 地点、第18回の走行奇跡第19回、ビルバオでのゴール第20回コリカにおいて、マリエタ・ラリンツァを通過する、戦闘走者コリカは、成人向けのバスク子教育機関であるウェックによる、ファンドレイジングのために、バスク地方において2年に一度行われる、エキシビジョンリレーである。 コリカは言語保存のために行われるデモンストレーションのうち瀬開催台球のものの一つであり、2017年は 2557km に渡って昼夜休むことなく11日間連続で走り続けるというものであった。コリカはファンドレイジングという目的を超えてバスク語そのものの進行、支援及び普及を行うものとして名高い。コリカはエッグそのものと同じく、 バスク語に関心のある人々により立ち上げられたものである。現在、コリカは2年に一度春に開催されており、2017年で20回目を迎えた。バスク語は現在、微妙かつ不安定な状態に置かれている。ユネスコによれば、バスク語は複数の地域において絶滅の危機に瀕していると言われている。実際上、バスク語はバスク地方の広い範囲において今なお、 公用語として認められていない。しかし、競争を目的としないこのリレーは、開催期間、約2週間の間、対象地域全体に楽しく活気ある雰囲気をもたらす。約40年間継続した、フランコ大統領の独裁により、バスク語は長期間抑圧された、結果、急速に弱体化した。バスク地方の人々は、バスク語しか知らなかったにもかかわらず、バスク語を、 公共の場所で話しただけで近代化に背く言葉を話しているとしてスペインの警察から処罰されすらした。さらに学校においてもバスク語の使用は禁止されバスク語を話しているのが見つかるとしばしば体罰を含む懲罰の対象となった。この状況を分析した言語学者の過半数はスペイン及びフランスによる反バスク語的な言語政策が 今日のバスク語の地位をひどく貶める結果になったとしている。バスク語の弱体化に懸念を抱いた人々により、バスク語を話すための秘密の組織が結成され始めた。このバスク語のための新しい動きは、バスク語の教育及びアルファベット表記化のための組織で、アルエックへと統合された。フランコ大統領の独裁が終わると、バスク語の改革者たちは、今日、バスク地方において、 最も有力な運動の一つとなったコリカを立ち上げ始めた。彼らの主なアイデアは人々を一箇所に集めるのではなく自分たちの主張をバスク地方中に運んでいくというものであった。このアイデアには馬鹿げているという批判もあったものの1980年11月29日に第一回のコリカがオニャーティで始まり12月7日にビルバオデゴールを迎えた。通常、 コリカは10日間にわたって行われる。第1回のコリカは1980年に開始され、それ以降毎回、リレーはバスク地方の広い範囲をカバーするのに努めつつ、異なるルートを通ることとしている。リレーは夜間も止まることなく続けられ、約60万人の人々が参加する。バスク語進行を目的としたファンドレージングのために、リレーのコースは1キロごとに、 特定の個人、または団体に販売され、購入者は自らの購入した区間で、リレーのバトンを持って走ることができる。奏者は第一回コリカからの伝統である木製のバトンを受け渡す。このバトンには、イクリニアによる装飾が付されている。第一回コリカで使用されたバトンは、レミギオ・メンジブルによりデザインされたもので、サンセバスティアンのサンテルモ美術館に保管されている。 現在使用されているバトンは彫刻家ジュアンゴオリティによりデザインされたものである。毎回、コリカの主催者らはバトンに秘密のメッセージを入れており、バトンが多数のバスク語話者の手から手へと受け渡された後、コリカの最後にメッセージが読み上げられる。様々な組織、団体がバスク語振興のための団体であるエックを支えるのみならず、バスク語自体を支えるために、 コリカの区間を購入していることからバトンを受け渡すことは名誉なことであると考えられている。戦闘奏者のすぐ後ろの奏者はコリカのスローガンを記載した横断幕を掲げて走ることとなっており、このスローガンは毎回異なるものとなっている。コリカは非常に楽しく競争をしないというスピリットで行われるものであり、音楽やファンファーレを伴っており、沿道は 見物客で賑わう。毎回のテーマソングが、会ごとに異なった著名なアーティストにより、作曲されている。コリカの開催期間中は、エウスカルツアインディアの支援のもと、バスク語振興のための様々な文化的活動が行われる。第1回以来、コリカは、毎回異なるコース、モッド及びテーマソングのもと開催されてきた。ヨーロッパ諸国において、 堀カに着想を得て様々なルジイベントが開催されてきた。ありがとうございます。